大人の世界にようこそ。はい、東京2020オリンピックなんですけども、今回はですね、まあ、自分の持ってるランキングを、まあ、少しずつ上げていこうという、まあ、回なんですけども、まあ、現在のまあちょっと一つずつおさらいでちょっと見ていきますけども、まず 100m ですけども、現在は40位ですね。はい、まあまあいいとこですね。はい、で 110m ハードル、はい、ハードルが92位、ハンマーはもう100位。ここまで来ちゃったか。114位。はい。幅跳び。これもね、うん、走り幅跳び。152位。うん。で、4×100。これがね、まあ一番今、ランキングがいいのかな。16位。はい。で、自由形。全然ですね。はい、600位ぐらいね。はい。200メートルも同じぐらい。はい。ビーム X。ひどいね、しかしこれはね、BMX はね、1253位、はい、スポーツクライミング、あ、意外と高いね、これなんか、もっともっと低いと思ったんですけど、はい、まあ、10秒やっと切ったぐらいということで、ということでね、ちょっとでもまあ、ランキングを上げたいんで、スポーツクライミングからかな、まあ、この辺をまあ、全部1000位以内に持っていくという感じで、ちょっと挑戦してみようかな。まあ、スポーツクライミングに至ってはもうほとんどやってないんでね、うん、ちょっと頑張ってみたいと思います。はい、なんかよくわかんないんで、まあ、はるかちゃんでもみんな全部やっていきます。はい、テクニック型ですね。あれ、グダ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 、あ、でも最初にしては、うん、勝ったからいいや、うん、はい、ブブーって出るんだね。とにかく10秒切っていけば多分自己記録見えてくるんで、まあ、そこはちょっと目指して頑張っていきたいと思います。意外とこの間出したね、スポーツクライミング、こんな記録でも1000以内に入ってるんですね。だんだんこの辺からきつくなってくるぞ。なんでブブーなんだろう。ダメ、あーダメ。この競技に至ってはね、意味が分かんないですよね。なんか、うん、何をすればいいのかっていうことがまず分かってないんですけども、まあ、とりあえずあのスタートだけね、これだけは分かるんですけども、あとここからはもう、一定方向のボタンにレバーを倒すってことなんでしょうねっていうことなんですけど。よし。お。いけ、いけ、あ、どうだ、どうだ、これは、いったんじゃない、あー、よかった。はい。よし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 。はい。10秒8。はい。まあ、一回出したんで、もうこの競技はやめましょう。はい。次に低かったのはなんだっけ？BMX か。これ。ハードルの方がなんかいけそうな気がするな。ハードル。これちょっとやってみましょう。これもね、あんまりやってないんですよね。その割にはなんかランキング高いんで、もうちょっとやればもっと伸びそうな気がするんで。操作一覧。ジャンプスタートね。はい、うん、まあ 100m と一緒ですね。ほぼ L のレバー倒すっていうのがあるだけで、はい、久しぶり連打するな、これ連打もの久しぶりだ。あ、遅っ。おお、最初にしてはすごい良かった。最初にしては良かった。自己記録、あー、まだまだだね、うん、スタート遅かったもんね。スタート早ければもっといけそうだな。意外と一回もつまずかずいけたしね。もうそれが驚きだな。もうすごいレベル低いところで話してるけど、あ、やばいやばい、このハングルやばいぞ。
どうだどうだどうだ、おお久しぶりで久しぶりで出しちゃった。しかも11秒切ってきた。10秒911、はい、10秒、いきなり短縮できたね。しかしでも多分ね、決勝でつまずくんだよこれ。いきなり出るもんだね。それだけやってなかったんですよ。だからやってないのにあの記録がね、まあ出てたってことが、まあ私としてもちょっと苦手なんですよね、このエレレバーをとにかく上げるのが。何回も言ってますけども、いやちょっとやっぱりあれあれほら急に動かなくなるんだよ、エレレバーが。あ、やっと、はい、最後これっていうね、これが本来の姿なんです。たまーにね、出るんですよ、ああいうのがね。もうやめましょう、はい。10秒911という記録で、まあね、これでもなんか、意外といくんじゃないの、これ。一気に短縮したぞ。あ、なんか、今ないな。10秒911でしたっけ。あー、じゃあまあまあ上に行きそうですね。まあ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 、うん。なんかまだ縮められそうな気もしますけど、まあね、はい。70台ぐらいに入ってくるのかな、じゃあ。はい。いいですね。まあ、110メーターハードルも、無事、まあ、自己記録出したということで。じゃあ、最後何すかな。100は縮まんないんだよね、これもうね。やり尽くした感もあるしね。100やってみっか。久しぶりに。で、自己記録いくらなんだけど、そもそも。7秒、すごいもんね、この辺ね。まあ、この辺はもう多分ね、連射コントローラー多分使っての記録だと思うんでね。連射コントローラー使ってない人間の、最高記録を、まあ、超えたいなというところもあるんですけども、うん、でももうちょっといけるのかな、じゃあ、うん、はい、7秒3か、はい、100m ね、ライバルもいないですからね、記録出ないと思いますけども、まあ、7秒台まずは目指して。まあまあ、まあまあの記録出たね、最初にしては。うん、これちょっと、7秒3か、でも、うん。でもスタートもなんか大して良くなかった割には、まあまあいけたから。胸張りもまだね、冒険できたね。これ意外に久しぶりにやって出るか。でもな、一生懸命やってたあの時期に到達したこの記録を、そうそう塗り替えられるとは思えないんや。あんま変わんねえな。もうちょっと頑張ってみっか、でも。一生懸命やって、もう、バツボタンがもう変形しますからね、私の。人生コントローラーの。ああ。この辺かな。結構今はまあまあうまくいったと思うけど、もうちょいか。意外と出るもんでね、久しぶりにやっててもね。ちょっとはるかちゃんでやってた、そうだ、黒田さんでやってたんでね、太っちゃうの。まあ、スタートは悪くねえ。ああ、この辺かな。ちょっとこれ以上はちょっと出ないですね。やめましょう。はい。まあでも久しぶりにやってわずか5本ぐらいでこのぐらいの記録出たんで、まあ、ね、まだ衰えてはないなって感じなんですけど。一応、まあ、うん、そんな感じで、自己記録、スポーツクライミングとハードルの方、記録更新できましたね。ハードルにはちょっとびっくりでしたね。結構あっさり出ましたからね。4×100 はね、まあ、どうだろうな。もうちょっと極めないとね。この 4×100 に至ってはね、ちゃんとやる、よしやるぞっていう気持ちでやらないと記録出ないんで、もうこれ以上ね。まあ、またね、やる気が振り起こした時にちょっとやりたいと思いますけど。というわけで本日はね、まあ苦手種目克服っていうか、まあね、自己記録をちょっとずつだけ縮めてまいりましたけども、うん。まあおかげでちょっとランキングもね、上がったかなっていう感じで、うん。じゃあというわけで本日はこの辺で終了します。はい、次回もお願いします。さよなら。